間が足りない毎日を脱出するべく、今回のテーマは時短。下味冷凍献立初の鍋シリーズ。メリットは具材が同じもので揃えているため時短と節約が可能。博多の郷土料理鍋を2品。鍋好きでも飽きない工夫に、鍋以外の2品加えて下味冷凍1週間の献立いきますよ。鍋シリーズは同じ食材が多いので野菜から切る工程で紹介。まず白菜は食べやすい大きさに切って洗う。キャベツはもつ鍋とトマト鍋に使うので、こちらも食べやすいサイズにカットします。うちの子供が鍋が好きなんですが、毎日鍋だと飽きるかもしれないので、2日分は通常メニューを挟みます。私は毎日でも OK。 長ネギもまとめて2本分カット、斜め切りにします。視聴者さんに教えてもらって石づきは炒めて食べました。えのきは適当に裂いておきます。ごぼうは1/2ささがきにして、ちょっとくだらない遊びをしながらごぼうはアク抜きします。残りのごぼうは斜めにカットして一緒に水に浸す。じゃがいもの皮を切ったら一口サイズに。火の通りに時間がかかるので小さめにカット。これもアク抜きをします。キッチンペーパーでさっと油を押さえて、こちらもカット。エリンギはお好きな形に裂いて。玉ねぎも使うので厚切りに切ります。これぐらいで。ニラは5、6センチぐらいにカットして完成。と思いきや存在忘れていました。ニンニクも切ってくださいね。ではすき焼きの具材を一気に詰めます。白菜、玉ねぎとごぼう、えのき、エリンギ、きのこ類はお好みで。油揚げ、長ネギを入れたら牛肉を詰めます。多めに入れるんですが、割り下が入るよう気をつけてください。醤油、みりん、酒 50ml、 砂糖大さじ2、本だし大さじ1弱。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍はほぼせずそのまま入れています。煮込み時間を短縮したい場合は水で解凍してください。お水を 200ml、 弱めの中火で蓋をする。もう締めまで箸が止まりませんでした。締めはトロトロのおじやです。とっても美味しかったです。寄せ鍋は白菜、油揚げ、ごぼう、エリンギとえのき、これもきのこ類はお好みで。ネギも入れたらお肉は豚肉を入れて、極力たくさん入れたら調味料を入れていきます。みりん、酒大さじ2、醤油 40ml にめんつゆ大さじ4から5を入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。水で解凍を推奨します。水を 700ml 入れて蓋をして途中確認しながら10分で完成。締めはラーメンでした。もつの下処理は臭み抜きをしてから冷凍します。塩を振って揉み込み、小麦粉は大さじ3から4入れて臭みを抜く。全体的に小麦粉が馴染んだら一旦洗います。沸騰した鍋にドボンと入れたら7分後取り出し粗熱を取ります。キャベツとごぼうをギュギュギュッと詰めて、ニラと湯通ししたもつを入れます。もつにはニンニクスライスを入れて、ごまをお好みで、味噌大さじ3から4、酒大さじ2、醤油大さじ1、鶏ガラスープの素大さじ1。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。
解凍は水で解凍しました。 500ml のお水を入れて、火は弱めの中火で沸騰したら出来上がり。締めはちゃんぽん麺が美味しいです。優しい味噌とニンニクのパンチの相性が抜群でした。水炊きは骨付きの鶏肉で出汁を取るととっても美味しいです。手羽元に水 100ml 入れて昆布出汁、中火にかけます。沸騰するまでつみれを作ります。塩小さじ1、酒一回し、卵黄1個、醤油小さじ1、片栗粉は大さじ3強、揉み込んだら完成です。沸騰したら一口鍋に切った鶏肉を入れます。ちょっと場所を空けてからつみれを入れていきましょう。つみれはスプーン2個でやると丸くなりやすいです。多めに作ってトマト鍋や寄せ鍋にも入れます。火はつみれを取り出してから止めて蓋をして時間を置きます。水炊きは白菜、えのき、エリンギなどのきのこ、油揚げ、ネギ、ぎゅっと詰めて、つみれも一緒に。粗熱を取った鶏肉を詰めて、調味料を入れていきます。鶏だし汁 500ml、 酒大さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1、これで完成。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は冷蔵庫で半解凍しました。火は弱めの中火、スープ入りなので蓋をして火を通して溶かします。これびっくりするほど出汁が効いていて、ポン酢が必要なかったぐらい美味しかったです。一番好きかもしれません。トマト鍋はキャベツを入れて白菜でもいいです。ウインナーと油揚げと長ネギを、小さめに切ったじゃがいも、豚肉、つみれを追加したら、あとは調味料です。トマト缶は濃いみが好きな方は1缶入れてください。今回3分の2、コンソメ大さじ2、酒とみりん大さじ1ずつ、砂糖大さじ1強、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。少しだけ自然解凍しました。お水は 250ml から 300ml 入れて具材を整えたら蓋をします。火は弱めの中火から中火ぐらい、蓋をして、煮立ったらチーズをかけて完成です。締めはトマトラーメンがとっても美味しいです。鍋好き息子がまた鍋ってならないように別のメニューも挟んでおきます。簡単なチーズタッカルビ、辛み少なめで鶏肉に穴を開け一口サイズにカットしていきます。鶏肉と玉ねぎだけ、野菜はパプリカやピーマンとも相性がいいのでお好みで入れてください。焼肉のタレ大さじ2、醤油大さじ1弱、コチュジャンはうちは少なめにしています。砂糖大さじ1弱入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は中火で蓋をせず火を通します。辛みが好きな人はキムチやコチュジャンを多めに、鶏肉に火が通ったらチーズをたくさんかけて蓋をする。とろけたら完成です。子供も食べやすくとっても美味しかったです。鮭とキノコのバターポン酢は入れるだけの簡単下味冷凍。鮭を放り込んで鍋で余ったえのきやエレンギ、また長ネギも一緒に入れたら、調味料を入れていきます。バター 20g とポン酢大さじ2強、これで完成。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。
今回は解凍なしで蒸していきます。火は弱めの中火で蓋をする。お魚に火が通ったら完成です。秋の定番はとっても美味しかったです。ちなみにこれはコストコ購入品のエリンギ。大量なので余った野菜やエリンギはカットして冷凍します。秋はキノコをたくさん使うので冷凍ストックをたくさん作っておきます。白菜は水気を切ってジップロックに入れて空気を抜き冷凍庫で保管します。キャベツも空気を抜いて冷凍庫へ。コストコのホテルブレッド食べたことありますか？ふわふわで優しい甘みがあって大容量で2斤分あります。パンって賞味期限が早い上に毎朝食べるので買い物頻度を減らすためコストコで大量に買って冷凍ストックにしています。クロワッサンも安くてとっても美味しいのでマストです。今週の仕込みはこれで全て完成。7品の鍋シリーズと下味冷凍が完成しました。何が一番美味しそうかコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。エンドロールです。また来週。